自民党は5日、2024年運動方針案を発表した。派閥の政治資金パーティー裏金事件について、深くお詫び申し上げると陳謝。派閥からの脱却を宣言し、全く新しく生まれ変わる覚悟で解体的な出直しを図ると表明した。3月17日の党大会で正式決定する。派閥に関し、 資金力と人事への影響力で所属議員を集める、数の力で影響力を持つことを施行する集団だったと指摘、金と人事から決別し、派閥を二度と復活させないと明記した。制度改革として政治資金の透明化や公開性の向上を掲げた。各党と協議した上で政治資金規正法改正などの法整備を早急に進めるとも強調した。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです振り返れば安倍晋三死去によって安倍派が次の会長を出せないことで安倍派は解体に向かっていました政治資金問題はその安倍派にとどめを刺し合わせて二階派も岸田派も解体せざるを得なくなりましたここまでくれば自民党はすでに解体したと言えるでしょう振り返れば 佐藤栄作の作り上げた体制を田中角栄派が壊し田中派竹下派支配を小泉純一郎の清和会が壊し清和会すなわち安倍派主流の体制を岸田派高知会が壊したといえます党本部ガバナンスの仕組みは言ってみれば公家集団と言われた高知会の緩いガバナンスを党全体に行き渡らせようとするものといえます しかし、それが新しく出直しになるのか、さらなる混乱と解体へと向かうのかが問われます。政治資金制度改革で全面的公開をできなければ、派閥復活は許されないでしょう。とはいえ、全面公開では派閥の立ち位置はありません。やはり自民党は一度は大きく壊れるでしょう。 派閥はなくなったとしても別の名称の集団ができることになるでしょう人が集まれば必ず派閥ができると言われています自民党は名前の問題にすり替え派閥を復活させないとしていますが本質はそこではありません違法なキックバックや役職の盗用などに便宜を図る体質が問題なのです 自民党は政治改革を謳っていますが、自情能力のない集団には期待できません。課税逃れをしている議員が重役となっているのに、自分たちが活動しにくくなる改革を自ら進んでするわけがないのです派閥そのものが悪いわけではないが、自民の場合党首選が往々にして党員投票結果では代表者が決まらず、国会議員だけの2回目の投票で決まるため。 国会議員だけで首相が決められてしまい、議員間の調整力や議員の背後にいるセクトやロシアといった外国勢力との親和性で党首イコール首相が決まってしまう。まずは UK の保守党のように議員2人までの絞り込みは国会議員で最終投票党員だけで決まるようにしないと、また、利権やセクト、ロシアが代表者の決定に大きな影響力を持つための派閥がよみがえると思う。 誤って済むなならら警察はいらない。国民には負担や法令遵守を強いるくせに国会議員はやりたい放題で何の責任も取らない自民党をはじめ日本の国会議員は腐ってるから議員定数の見直しなど抜本的な改革が必要決意は結構だと思う。 ただこれを幕引きとするなら多くの国民に対して精査の結果を報告するという約束ごとを無視することになる裏金を政治資金に使ったという証明を一つも提出することなく1円残らず使い切ってしまいましたという言葉で逃げ切ろうとする領収書は破棄したとしても飲食店、物品販売店等必ず記録は残している、できる限り協力を得てもらう要請、すらしない。 この政党の得意の、政党そしてしっかり事務所のデジタル機器に保存されているはずの情報公開すらやる気配もなしだから多くの国民は辻褄合わせの言い訳と捉えるしかない状態バカ丁寧な言い訳と本人たちも自覚しているはずだ精査捜査中コメントを控える課税義務は受け入れないあくまでも政治活動で一円残らず 全部使い切った、保管している裏金は今後政治活動資金に使う予定なので今まで通り記載修正すれば無税だ、どうかご理解を、理解できるのは自民党議員だけだろ、これだと。